義のところに顔で像が作れるっていうのを書いて特技にしてるんですけれども、これね、私の特技っていうよりかはね、ほくろが2つ並んでる人だったら誰でもできる特技なんですよ。知ってた？だから顔にほくろ2つあるって人は今日から真似していいですよ今日から一緒の特技にしましょう。そう、本当にね、そう、ここ袋が並んでるんですよ。ほくろ二つ作ります人工ほくろね人工ほくろでもまあよしとしましょう。特技にしましょう、一緒に今日からほくろ変えておくどうしよう、みんなほくろ族が増えるね。じゃあ一緒の位置にしましょう。この右顔面ほっぺのここと、目の下と、ここ味覚と増産できますよそうそうそう、できますよ。すぐちゃん、かえりちゃんと友人だったんで、あ、そうなんですよ。ちょっと前にガタフレでね、あ、新潟フレンドっていうね番組を前にさせていただいてた時にもうちょこっとお話ししたことがあったんですけど、あの私のママとかえりちゃんのお母さんが知り合い、そう、昔からの知り合いで、そう、よくね、たまに、そう、本当に小学校の頃とかにお家に遊びに行かせてもらったりとか、そうで、かえりちゃんは、あ、かえりちゃんの妹さんと私が同い年でよく一緒に遊んでもらってたりとかしてて、すごいよね、今同じグループに入れてるってことが奇跡みたいな。うん、そう、バドの時です、懐かしい。そう、その日のあの公園、ガタフレで公園に行ってバドミントンしたんですよね。あとなんかイカ焼き、たこ焼き、イカ焼きか、イカ焼きみたいな食べて楽しかったな、美味しかった。うん、お、久しぶりに来ました、こんばんは、嬉しい、こんばんは、お疲れ様です。今日もそう、年上の後輩、そうなんですよ、なんか不思議な感じですよね、大好きね。来月超楽しみで会える、えー、私も楽しみたくさん、嬉しい、早く会いたいし、お話ししたい、ワクワク。そう、イカ、あやみちゃん、あら、そうなの、おめでとう。そっか、忙しいのかな、ありがとう、お伝えしてくれて、明日おめでとう明日おめでとうちょっと届くといいな、おめでとう明日。うん、よいしょ、りえちゃんの結婚おめでたいね、あら、初めてコメントします、嬉しい、ありがとう、そう、嬉しい、初めまして、もたかさん、こんばんは。そう、りえさんね、え、嬉しかった。そう、今日実はね、お買い物したんですよ、お買い物してて、そしたらね、たまたま角とばったり遭遇して一緒に角とお買い物してたんだけど、そう、お買い物してる途中で、あの、聞いてくださいよ、私今ね、絶賛低速なおなんですよね、低速が来てて、全く機能しない検索がね、お家の Wi-Fi とか Wi-Fi がつながってるとこじゃないと機能しない状態なんですけど、あの LINE で LINE ニュースってあるじゃないですか、で LINE ニュースの検索欄になんか今話題になってるトピック、話題みたいなのがこんな感じ、ちょっとスライドされて表示されるんですけど、まあ低速だから
こうニュースが表示されてない状態でこう真っ白で、その検索のところだけこうなんか更新されてる感じだったんだけど、そこに北原里結婚って文字が出てて、ねっと思って、えっと思ったら、そのスライドされてその次に北原里さんとその旦那さんのお名前が書かれたトピックもまた流れてきて、おっととなってそう。でも私たまにね見てる時にあの LINE ニュースの見出しですごいたまによく騙されることがあってそう、騙されて、嘘かいみたいな、違うんかいみたいなことがよくあったんですけど、もしかしたらこれもなんか役柄とかリエさんのお仕事のやつかなと思ってたんですよ。で角に聞いてみたら、そう角がね、あの低俗じゃないので見せてくれたんですよそしたら本当にご結婚で嬉しかった、おめでたい。なんかそうそうそう、トラップみたいなやつかと思っちゃってたんだけど本当で嬉しかったね。なんかね、大好きな人が幸せなのって嬉しいですよね。すごいあったかい気持ちになりました。うん、ねえ嬉しい、思わず LINE しちゃいましたね。あ、お話から始めます、待ってよ待ってね、楽しみ、嬉しいねえ、本当に嬉しい。うん。ねえ、そうニコ生でね、そう写真も出させてもらってね。どうやったら推しメンと結婚できるんやろ、それはちょっと永遠の課題ですよね永遠の課題ですね、それね。絶対結婚しようなーのやつね、本当に結婚できるかなーってやつねねえ、推しメンねえ結婚しような言うてんね、俳優になるしかどうしよう、みんな急に俳優目指しちゃってねえ、いやーね、幸せな話って素敵だよね。つくちゃんもいつか結婚しちゃうのかな、ね、できるかな、できるかな、結婚できるかな。私もう一度結婚したいからつぐみにプロポーズする、かわいい、本当にかわいいね。じゃあもうこれ分かった、みんなで結婚しよう、みんなで結婚しよう、そうしよう。いいね、私めっちゃ贅沢だ、毎日毎日私のこと好きって言ってくれる子たちに囲まれてウハウハできてねえ、みんなで結婚しよう、私結婚できるかわかんないから、みんなで結婚しよう、もしできてなかったらね。つぐちゃんも結婚できるね、ねえ、結婚って女の子が何歳なんでしたっけ、18か、で男の方が20歳だっけ、なんか授業で習った記憶があるな。大人の歯になったら考える、そうだね、そう、まだ私乳歯なんですよ、前歯の両隣が。でもこれはもう一生早く変わらない気がしてるので、結婚できないかもしれません私そう、あ、え、ありがとう、16歳なんだ、16歳が女性、18歳が男性、ありがとう、え、そうなんだ、倍を考えてた、じゃあもう16歳でできちゃうんだね、女の子って、すごいな、へー、すごいね、そっか、
なんか授業で習った記憶がほんのりあったようななかったような、なんかテストに出た記憶があるんだよね。なんだったかな、テストじゃないか、なんかね中学生の時に習った記憶。そうだよ、つぐみちゃん結婚できる年齢だよ、だからみんなで結婚しよう。みんなで結婚しよう。なぜ男子は16歳で結婚できないか謎。確かにね、女の子の方が早いんだね。確かに。へえ。じゃあ養ってもろて。養ったろうか。みんなで結婚しよう。ねえ。平和だ。すでに結婚してる僕はできないんだよね。まあ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 ね。まあでもそこは許可をいただこう、奥さんに。奥さんにも了承を得て2つ家庭を持つ。夢がある素敵な話だ。みんなで結婚したら毎日揉めますよ。わっ、ちょっとそれは困るな。ちょっとそれ困っちゃうね。つぐちゃんのお母さんになりたいだって、かわいい、嬉しい。娘にしてください、養ってください、養ってください。嬉しい。うん、つぐちゃんの料理食べられるのね。ちょっと味は保証しないよ。大丈夫。大丈夫かな。ねえ、できるかね。確かにそう、よくね友達と話します。え、本当に結婚できると思うって。よく話します。うん、ブルガリア行きましょうね。みんなでブルガリア行こう。新婚旅行、大勢でブルガリア。ね、そうしよう。得意料理は何ぞ。得意料理はね、あ、そう、私唯一作れるものがあって、バスクチーズケーキ作れるんですよ。だから毎晩バスクチーズケーキでよかったら結婚しましょう。さすがに飽きるかな。いや、でもチーズケーキ美味しいからね。毎晩朝昼晩バスクチーズケーキでよければ結婚いたしましょう。そうですね、それが条件かな。それが条件かなとか言って。何様なのよって感じよね。そう、唯一作れるんです、バスクチーズケーキ。うん、あ、でもチーズが苦手って人にはどうしようかな。困るね、チーズ苦手だったらね。ああ、その条件飲みます。無理してるね、さては。めちゃくちゃ無理してるね。ちょっとね、本当にお料理とかもできないとだしね、家事もできないとだし、結婚できるのかしら、本当に心配になっちゃう。OK、 二人で不健康になってお互い早めに空に飛びましょう。やめなさい。やめなさいよ、謹慎じゃない、ちょっとやめなさい。お空じゃないのよ。でも確かにちょっとずっと朝昼晩チーズケーキはさすがにお空だよね。さすがにお空。ちょっと良くない、よろしくないからね。あ、じゃあたまにチーズケーキに野菜とか混ぜてみちゃう、どう、キッシュ的な。絶対合わんけど。
ちょいちょい野菜とか入れて混ぜてみちゃうね。あれキッシュとチーズケーキって別物か。そっかそっか、そうだよね。人参だけお願いやめて。ダメだよ、人参も入れないとちゃんとダメだよ。さすがにお空すごいね、とんでもないパワーワード出ちゃった。周りが結婚や出産ラッシュです、かっこ21歳田舎住みいやでもそうよね、多分私もあと数年したらそうなるんだろうなね。え、多分20歳を過ぎたあたりからきっと周りの子たちみんなそうなんじゃないかな。そうだよね、なんかさ不安になるよね、自分できるんかねってね。うん、梅干し入れなければ。梅干しもダメでは食べないと。入れるよ入れるよ梅干しもね。つぐちゃん結婚早そう。ほんと嬉しい、結婚いいね、できるかね。よく推しメンの可愛い写真で死んだテリップするけど今日からさすがにお空テリップする。いいね、ちょっと単語作れちゃった。ちょっと可愛くて投資しそうな時は推しにさすがにお空ってリプを送ってあげてくださいいいね、用語できちゃったりょうりちゃんとできる人と結婚。そうだね、りょうり上手な人と結婚しようチーズケーキしか作れないからね。あ、じゃあ3時のおやつ作れる奥さんなんてどういいように言っただけしかもそのおやつのレパートリーチーズケーキのみだけど、どう、どうだい。あ、いいね、 TKG なら私もできるよ。まずご飯を炊かないとだね。あと卵も買ってこなきゃ。あ、いけるよ、そういうのは私もいけるよ。うん、最近ハマりすぎてショールーム攻めてしまいました。どうもどうも嬉しい、楽しみ、攻めのショールーム嬉しい。ご飯は炊ける、ご飯炊けますよ、ご飯も炊ける。あ、じゃあ料理ご飯もできるわ。お米炊ければ間違いないね。あ、私奥さんになれるかもだってご飯が炊ければその上に納豆かけちゃえば納豆ご飯になるし、卵のせたら卵かけご飯的人になるし、あと梅干しのせたら梅干しご飯になるし、ふりかけかければふりかけご飯になるし、あとはたらこ、たらこのせたらたらこご飯になるし、たらこをレンチンしたら焼きたらこご飯にもできるし、いや天才かもしれない。うわ、これはお嫁さんだわ、これはお嫁さんだいや結婚できるかな心配だよ、自分が自分で心配だよ。こんなこと言っちゃって大丈夫かしら、ちょっとしみじみ心配ですねえ、わ、そうだ、お茶漬けも、お茶漬けの素買ってくればお茶漬けにもなれちゃうし、いいかもしれない。ちょっとつぐちゃん、みんなのつぐちゃんだから誰のものにもならないで優しい、だからみんなのつぐちゃんになろうかなって思う。だからみんな結婚しようみんなで結婚しようねえ。
そう、毎日お米と何かおかずとチーズケーキでどうでしょうか、どうでしょうか皆様。あ、韓国海苔入りました。韓国海苔、韓国海苔で韓国海苔ご飯、またレパートリーが一つ増えました。いいね、ちょっとご飯で使い回しできるぞ。使い回しとか言っちゃったよくないねよくないよくない。なんか、あ、野菜、そうだね、野菜大事だから、なんかご飯と野菜組み合わせられたらいいよね。よくないね、使い回しとか言っちゃって、よくないよくないねえ。お、サーモン塩辛、いいですね。サーモン塩辛入りました。またレパートリーが一つ増えちゃった。いいですね。あ、サーモンといえば鮭もいいですね。あ、でもお魚焼けないといけないから、まあ焼くのは練習するとして、鮭フレークで代用しましょう。はあ、いいね、レパートリー増えてますよ。うん、あ、確かに生野菜はね、じゃじゃんって切ってサラダにしちゃえばいいんだ。増えました、みんな朗報です。料理名が増えました。料理の種類か、ご飯とサラダとチーズケーキです。素晴らしいですね。あの、麺食べたいですたまには。あー、そういう場合でしたらばカップ麺を買っていきましょう。しょうがないカップ麺を買いましょう。それはね、じゃあ一緒に買い物に行きましょう、そうなったらね。うん、きゅうりなんてそのまま食えるからな。確かにきゅうりとリンゴはもう何にもいらない、もう存在がいてくれればすぐ食べれるからね。あ、レパートリー増えました。ご飯、サラダ、きゅうり、リンゴ、チーズケーキです。いや、いいぞいいぞいいぞ、レパートリーが増えてきてます、着々と。唐揚げも食べたいです。おっと、唐揚げはまず揚げられないといけないですよね。鶏肉を調理しなきゃいけないということで、ちょっと難易度が高いというか、ちょっと危険するリスクが高いので、市販のものを買いましょう。そう、はい、レパートリー増えました、ご飯、サラダ、きゅうり、りんご、唐揚げ、チーズケーキです。はい、そう、市販のものなら何でもよしです。すぐちゃんママ、ハンバーグが食べたいな。ハンバーグは市販のものを買いましょう。ということで、ご飯、サラダ、リンゴ、きゅうり、唐揚げ、ハンバーグ、チーズケーキです。え、ちょっといいんじゃない、ちょっとこれは、これはいいんじゃない、お嫁さんだよさすがに。これはお嫁さんなれると思う。うん、お嫁さんなれちゃうよ多分あと何があるかな、ご飯でも市販のものなら何でもありだから、うーん、え、なんならもうスーパーあれば無敵なんじゃないちょっと私気づいちゃったんだけど、スーパーとコンビニあったら無敵なんじゃない、え、どう思う、ちょっと無敵なんじゃない私気づいてしまったそうだから、スーパーとコンビニさえあり続けてくれさえすれば、私お嫁さんなれちゃうんだと思う。あ、これでハッピーエンドなんじゃないでしょうかね、そうだよ、スーパーとコンビニがあればお嫁さんです。みんな、世の中の女性の皆さん、結婚できるかな、どうかなって不安な女性の皆さん、スーパーとコンビニがあればお嫁さんになれます。いやー、市販のものは最強ですね
え、何、お皿、何何何、何やって、な、な、ん、お皿、あら、え、今日の山ここでってこと、あー、サラチー、そうなの、12月サラー、悲しい、あー、なんか、実感が湧かないそう、あら、おサラ、寂しい、なんか次やるのとかあるのかな、やりたいこととかなんか言ってましたか、ちょっと全然把握できてないよ、なんか言ってた、次卒業後は何かしますみたいな、芸能活動も終わっちゃうのかね、あ、進学かな、今高3だもんね、そんか、ちょっと実感が湧かない、そっか、あ、夢が見つかった、そうなの、頑張って、寂しい、そっか、受験生、そうだよね、今受験生の年だもんね、ん、高2か、待て待て待て、まだ高2だった、すごい嘘ついちゃった、若い、そうだね、来年受験って考えて、そっかー、でもなんか素敵だね、ちゃんと夢があって見つかって、応援したいけど寂しい寂しいね、年内かってことは8、9、10、11、3ヶ月か、寂しい、ねえ、でも前向きな卒業でよかった、素敵だね、ねえ、寂しいけどいっぱい応援したいね、みんなでね、いやーすごいね、私よりさ何個した、お皿って何個した、私の2個下か、2個も下なのに夢を見つけてね、今いる場所からね卒業するっていう決めれたっていうのが、もうそのね覚悟ができるのが本当に本当に大人、2個下ってすごいね、そう、なんか私一期の中で一番下の年だったから、なんか自分より下の子がいるっていうのがまだまだ慣れなくて不思議な感じなんだけど、2個下か、まだまだこれから素敵なことがたくさん待ってるといいね、お皿に、2個はそんなに下やない、いや、めちゃめちゃ下だよ、2個だよ、へえ、2個だよ、だってそっか、高2か、今高校生ってすごいね、若いね、若いねとか言ってそっか、素敵だね、夢を見つけられるサラが素敵、うん、つぐちゃん永遠の末っ子、優しい、なんかねファンの方とかね、あとよく愛ちゃん、愛にゃがね言ってくれるの、そうやって優しいけど、もう末っ子なんて言ってられない年齢だよ、どうする、もう19歳だよ
3ヶ月後19歳なんだって。もう恐ろしすぎてね。いや本当に恐ろしい。つうちゃん今ね18なんですけど、間違えた、3ヶ月後で19歳になります。ねえすごいよね。いや攻め切ります。待ってね、楽しみ嬉しいねえ。なんか2、3、4、5、6、7、8、入ってからそうだ6年経ったけどね。最近知ってくれる子だったりとかもいてくれて嬉しいな本当に。いやラストティーンだって。3ヶ月後早いね。やだ本当に本当にやだだよね。いやそっかすごいねお皿は。初めてつぐと会った時は15歳だった。えってことは2、3、4、5、3年目の時か。嬉しい。すごいね時の流れをすごく痛感してるよ今。うんむすめ金曜日に19歳の誕生日。あじゃあ同い年なんだ。なんか親近感嬉しい。うん、今来たど何の話。今ね時の流れを話してたよしみじみとねえそっか。30日のコンサートでサラ、あ多分12月ってさっき言ってらっしゃったよね。どなたかがってことは3ヶ月後だから12月までなのかな。年末かね。あっという間だよね。ゆかちゃんの卒婚もだんだん近づいてきて本当に時の流れを感じてる。ああ年内いっぱい。そっかそっかね。でもなんか卒業する前にさ一緒に時メッセのステージを見れるのって幸せだね。嬉しい。うん、そっか年内いっぱいか。あっという間だよね。なんか普通にしててもさすごい時の流れ早く感じるけどさこれによってまたさらに時の流れを実感しそうね。初めてのおぐまつ組ちゃんとの通称自分が若すぎて笑いと思う。いやそうよね。ツーショットとかの自分の顔で時の流れを感じるっていう。なんか肌綺麗やったその時肌年齢出ちゃってんのいやでもねわかる。写真でめっちゃ実感する自分の若さのとか時の流れとか。そう私はね最近見つけたんですけど本当に加入したての時とか加入して 1,2 年の頃はあの涙袋がすごくあったんですけどなんか時が流れてくとともになくなっていきました。涙袋が悲しい。だから最近涙袋が欲しくて頑張ってる。うん、おママさんとの通所とか自分が楽しそうで辛くなる早く会いたいね。早く通所したいね。私ね特典前も言ったかもだけど握手会の特典の中で通所とかいっちゃん好き通所とかいっちゃん好きです。うん、つぐちゃんのメールは勉強になる。えなんだあ音楽かな。嬉しい見てくれて。うん、 NGT で攻めるを流行らせてほしいいやちょっと流行らせてこう NGT 攻め新潟攻めてく
ちょっとね、新潟攻めしてください、ぜひ。おぐまつぐみちゃんを筆頭に嬉しい。そう、録音会が一番苦手でした。ワンショットか、ワンショット動画会がすごく苦手で、なんかね、本当にね、苦手でしたそう、ちょっとね、コメントがちょっと、うーんってやつが多かったんですよね、正直な話いや、ちょっと私は本当にもうちょっとアイドルではないから全然もうね、そういうのにすごく抵抗があって悩んでました本当に恥ずかしくて、そうそうそう、だからね、ツーショットがなんか、あの、自分だけじゃない、ワンショットって映るのが、なんかそれも嫌で、なんか思い出作るなら、せっかくなら一緒に写真撮れた方が嬉しいなって、その時からずっと思ってて、そう、だからツーショットが本当に一番好き。ワンショット動画のレボリューションすごく良かったですやめてください歴史、黒歴史晒すのやめてくださいまあでも楽しかったな、そう、楽しかったけど、本当にもうね、恥ずかしくって、黒歴史ですね。うん、ねえ、なんかまた早く再会したいね、ツーショット撮りたい、みんなと。うそ、ワンショットとか宝物、嬉しい、そんなこと言ってくれて、優しい。ねえ、懐かしいよね、なんか昔から笑い方が変わってないのがまたもうほんとちょっとガハガハ笑ってて一生ガハガハ笑いしてます。うん、握手会行こうと思った去年にコロナ。そうだよね、そう、結構去年から私のこと知ってくださる方、知ってくださった方もたくさんいてくださって、ねえ、コロナでね、今オンラインになっちゃったけどね、オンラインでもすごい嬉しいし、握手会が再開できるまで待ってるって言ってくださる方も嬉しい。今年の運勢はボンですの方が懐かしいねえ、懐かしい。そう、結構あの、みんなあのコメント用意、あらかじめ用意されてるやつを言うよりも、なんかアドリブのやつとかみんなが振ってきてくれる方のが好きでした、楽しかった。うん、ねえ、オンライン楽しい、すごい、なんかオンラインはオンラインでまた握手会と違った良さがあってすごく楽しいですね。え、楽しんでもらえてるかな、みんなにも。すぐの手って本当にあったかいから好き本当にそう、本当にそうなの。だからね、夏場とかすごい申し訳なかったんだけど、私めちゃくちゃ体温が高い人で、ちっちゃい頃から、そう、冬場でもずっと手がポッカポカしてる人で、そうなの、今もめっちゃあったかい、伝わらないかそうなの、だから握手会の時もすごいずっと体温が高くて、うん、そう、人間北海道なんですよ。そうなの、そうなの。でも冬場になるとここはあったかいのにここだけ冷たくなるっていう不思議な温度、そう、不思議な手してるんですよ。そう、冬はね、足先と手先だけ冷たくて、ここだけあったかいっていう不思議な現象起きてる。そう、元のあったかさと冬ならではの冷え性が喧嘩してる、手の中でそう、冬はそうなんですよ。うん、オンラインで名前で無茶ぶりできるから楽しい。え、そう、私もすごいそれ楽しい。
そう、オンラインはね、自分の参加する名前を変えられるんですけど、その名前をなんていうの、顔が映るまで誰かは分からないんですよ。けど名前の変え方で誰か当てるっていうのを楽しんでます。最近これ絶対あの人だなって思ったら、あの人だってなったりとか、逆にこれ誰だ誰だって思ってたら、あーってなったりすることも多くて、すごい楽しい。うん、七輪くらいやとか肉焼けちゃう。そうだからここに生肉とか持ってきていただいて焼けちゃう。うん、そういう日ないできない。でも普通にいつも使ってる名前だったら名前で、それもめっちゃ嬉しいの。なんていうのかな、なんかその名前だとさ、名前でちゃんと顔も一致してるから、あーあの人だってワクワクできるし、逆に名前変えてるとこれ誰だっていう楽しみでまた違ったワクワクというか、だからねどっちも嬉しい。バーベキューでもするか、いいね。具材は頼んだよ。いや本当にあったかいの、なんでなんだろうね。なぜか一年中あったかいんですよ本当に謎なんだよねこれ。結構ね昔からの不思議。うん、久々でも覚えてますよもちろんね。逆になんか私のことをその頭の片隅に覚えててくれてるって方が嬉しい。そう、私はいつでも覚えてるよ。もう名前のネタなくなってきましたさすがにね、レパートリーがね。でもそうだよね、なんか歌詞の名前とかすごい嬉しい、面白いすごい楽しい、いつも。うん、つぐつぐのこと一生忘れない。本当に本当に言ったね、忘れちゃダメだよね。お久しぶりです、元気ですかねえ、元気、こっちのセリフだ、嬉しい。みんな元気覚えてるよちゃんとふふ頭の右半分はつぐさんですかわいい、いいの、私うのを閉めちゃっていいんですか嬉しいうまいこと言いながら笑かすの好きもうね、考えが芸人さんなのよそれ本当に面白い、いつも楽しい。うん、脳内全部あげちゃう、かわいいかわいい、全部もらっちゃうじゃねえ、ずっと押していこうと思いました。嬉しいねえ、そう、この前おしゃべり会ちょっと問い合わせして絶対また話そう。そう、ちょっとこれも言いたかったんだ。そう、おしゃべり会はねやっぱりなんかね、ちょくちょくエラーというか、なんかバグっていうのかな、なんか顔が映らなかったりとか声が聞こえなかったりってことがねある時もあって、電波の関係とかで、だからね少しでもちょっとあれってなった絶対に問い合わせして、もう一回絶対ちゃんと話しましょう、枚数分絶対絶対ね、絶対話そうね。お、ありがとう、お時間45分、そうだね、あと15分だ、ありがとう、お時間優しい。そうなの、不具合あるとねちょっとはぁーってなっちゃうね。けどなんかもう一回また別日に改めてお話できるって考えたらね、それもまた嬉しい。うんね、だからみんな絶対問い合わせしてほしい、絶対もう一回話そう。うん、そうなんだよね、
前の時のイメージが強く残ってて、今のおしゃべり会でもラグがあるかどうか気にしてしまう。そうだよね。なんかね、今は結構改善されたのかな。どう、みんな的にどうですかね。今はねちょっとラグがね、ちょっと電波とかのあれもあれ、あれもあれだってあれもあれだけど、うん、久しぶりに見ためちゃカーデモリ、嬉しい元気、嬉しい。あ、やっぱラグあるんだ。本当。あ、改善された、よかったね。え、でもなんかね、すごいビデオツアーみたいな感じでね、すごい未だに新鮮です。去年からね始まったけど、未だに新鮮ね。え、でもやっぱり握手会も早く再開したいよね。わかる。始まる前のカウントダウンめっちゃ平常心ぶってるけど心臓ワクワクいやちょっと緊張するよね、あのカウントダウンね。わかる。しかもね、あの多分2秒前くらいから私常に映ってるっていうのを最近知ってそうだからね、すごい構えてる、いつもカウントダウンって。そう、でも最近ちょっと慣れてきて2秒前とかにこうやって手振り始めてる嬉しい。うん、確かにね、逆に今度握手会再開するってなったら緊張しちゃうもんなのかな。確かに確かに確かに。ふぐちゃんコンサート準備頑張ってね。嬉しい、ありがとう。そう、絶賛始まりましたよ、コンサートの練習も。うん、ドーラーリレリロラが流れると緊張マックスになるあ、そっか、王様流れてるんだね、みんなの方はずっと。そうなんだ、へえ。認知もらえるまでインスタめっちゃメンションし続けます。え、もう認知したよ嬉しいけど、いっぱいメンションしてぜひ。そう、なんかインスタとかね、ツイッターとかでメンションとかね、タグ付けしてくれて、そうで実際にこう話せた時のあの一致する感じが私めちゃくちゃ好き、楽しい。そうね、なんかその SNS から知ってくれて、おしゃべり会とかイベントにこう行動を移してくれるってすごくありがたいなって。うんね、あと SNS 見てくれてること自体が優しいね。みんな嬉しい、いつもたくさんいいねしてくれてニコニコしてる。うん、え、そっか、モーサーも流れてるんだ、衝撃。なんかメンバーみんなはなんかねいつもね不思議な音楽が流れてるんですよ。でーんでーん、つっちゃつっちゃつっ、でーんでーんって音楽がずっと流れてる。でーん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 。これちょっとメンバーにすごい伝わると思う、この音楽そう、いつもこれが流れてるんですよ、お話前は。テレレ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 テテンテンテレン。ちょっとこれね、ちょっとみんなにも聞いてほしい。割と再現率高いと思う。そう。でも嬉しいね。王様も流れてるんだ。初回の頃は爆音で耳持ってかれてた。そっか、音量調節とかがね。確かにびっくりするよね。こっちはいつも王様の爆音で待ってる。嬉しい。そうなんだね。あ、そう、あとあのなんだっけ、あのチャット機能とかあるんでしょ。なんか覗きたい、みんなのチャット機能。
どんな話してくれてるのかなとか。あと9分だよ。ありがとう。あと5分でスクショにしようかな。じゃお話し会冷めるコツは何でしょうか。あ、でも知ってくれたきっかけとかを話してもらえたらめちゃくちゃ嬉しい。そう、あとはあれですね、一応ね紙とペンは用意しときな。そう、紙とペンがね意外とね使うたりするかもしれない。うん、あ、そう、あとはなんか緊張しちゃって伝えたいことうまく伝えられないかもって不安があるときに紙に伝えたいこと先にわーって書いてバン見てくださいっていう風に出してくれたら、そう、それで読んで、そう、それでお話したりとかもしてくれる方結構いて嬉しい。うん、そう、なんかねたまによくあるのがなんか音声をオフにしたまま始まっちゃったみたいな感じで、でね、おしゃべり会のルームというかもう手続きというか直前になっちゃうともうそれが変更できなくなっちゃうらしくて、そう、お互いの声が聞こえなくなっちゃうみたいな時があるみたいでね。そう、そういう時に紙とペンがあると筆談みたいな感じ。それもそれで私結構楽しくて好き。あ、そうそうそう、マイクの許可かも。そうなの、そうなの、マイクの許可でできてないと、そうだ、私側の声が聞こえないのかってなっちゃったりするんだよね。うん、緊張して話せないから無理。無理しか言わんやん。いや、でもね、私ももし例えば女の子大好きな推しと、あー誰だろうな、例えば有村架純ちゃんとかと、もしこういうオンラインで対面で第一で話す機能があったとして、いや、まあ緊張するよね。まずその与えられた時間でちゃんと伝えたいこととかお話ししたいことを話せるかどうかっていうのもそうだし、本人を目の前にしてなんかね喋れるかなって不安になったりとかね。さあ、有村架純ちゃん大好きなんです。ねえ、なるよね。でもなんかさ、その存在に私が慣れてる側、慣れてるのが嬉しい。だから緊張するって言ってくれてなんか嬉しい。嬉しいっていうのもなんか変かもしれないけど、そんな風に思ってくれてて嬉しいなって。うん。ねえ、嬉しい。あとはギョルギョンちゃんとか好きですね。もう目の前にしたら喋らなくなっちゃうよね。うん、ねえ、イメトレとかしてくれてるんだ、やっぱりみんな。オンライン初対面は叫んだ、え、覚えてるよ。もうね、私もね可愛いって叫んだの覚えてる。本当に可愛い。うん、つぐつぐのおしゃべり会はノープランで言っても大丈夫。え、ぜひぜひ。もうなんか逆にもしかしたらみんなねイメトレとかさ、いろんなお話考えて来てくれてるかもしれないのにさ、私がみんなに話したいことがたくさんすぎていつも一方的にわーって喋っちゃうで反省。いつも反省してます。そう、だから逆にノープランだと思う、私が永遠に喋ります。永遠に喋っちゃいます。うん、つぐちゃんが私のファンみたいな言い方するから毎回しゃべって。そう、私女の子逆にファン側なんですよ。そうなんですよ、逆にみんなのおしゃべり会に行ってる感覚。そうね、本当にね、なんか話したいことたくさんすぎるんだよね、目の前にするとどうしても。
あと本当にくだらん話するのも好き。今日何食べるのとか。うん、またおしゃべり会楽しみにしてる。こちらこそ嬉しい。お話しするの楽しい。いつも足に会いたかった言われる幸せをありがとうございました。いや本当に嬉しい。嬉しくて、うん、顔映った瞬間ニッコニコしちゃった。うん、あ、じゃあそうそう、スクショタイム、そうだね、スクショタイムにしよう。じゃあ今日は何にしようかな。あ、髪切った。何がいいかな。よいしょ。あ、じゃあ安定の前面を、前面よいしょ、連れてきた。じゃんじゃん、よいしょ。どう映したいかな。バザーイ。名前はくまさんです。名前はくまさん。え、似てる？音似てきた。ミジンコ。あ、そう、後ろにもね、クマいたんだけど、あのね、私どうやらね、めちゃくちゃ最近足癖が悪いらしく、寝てる時の、あの、多分暑すぎてここに足を上げる癖があるんですよ。でね、いつも落下してんのよ。今もね、案の定ここに落下してます。ごめんねって感じです。そうなの、最近足でなんかね、蹴っちゃってるみたいで。あ、それとも手なのかな。あ、ここ足なわけないか。多分手かもしれない。ごめんねって思いながら。服もくま、あ、そう、服もくま、今日くまだらけ。あ、じゃあちょっと今日は、今日のアイメイク上手くできたので顔近くで見てください。伝わる？あ、ダメだね、これは白飛びするわ。めっちゃ白飛び。なんでなんだろうね、最近ずっと白飛びしてるんですよね。うわー、こーりゃひどい。こーりゃひどい。さすがにお空ポーズはこれです。尊いのポーズです。拝み。今日から使ってくださいね、さすがにお空。ありがとうございますの気持ち。あ、レッサーパンダ、そう、着るね、今度配信で。まつげギュンギュン白飛び女じゃん。情報量すごい、すべて言ってくれた。まつげギュンギュン白飛び女です。ねえ、そう、今度ね、あの前におしゃべり会でレッサーパンダのね、着ぐるみを着たんですけど、すごいね、好評で嬉しかったので、今度配信でも着ようかな、もうちょっと涼しくなったら。私本当に暑がりすぎて、今でもちょっと暑いくらいなんですけど。
ね、寒くなってきたらそれで配信しますね。待ってて。よし、じゃあランキングを読もうかな。お、仕事は手間に合った。お疲れ様、ありがとうね、来てくれて。ごめんね、今からランキングを読んじゃうけど、ありがとう。よし、じゃあ読んでいきますね。じゃんと、うん、13位が直樹さん、ありがとうございます。12位がえいきさん、ありがとうございます。そして11位がりゅうさん、ありがとうございます。嬉しい。ほんと、あれ13、11、あ、10位がまるさん、ありがとうございます。嬉しい。そして9位が茨城のゆうきさん、ありがとうございます、いつも。そして、8位がある、ん、アルビさん、ありがとうございます、嬉しい。8位、7位がけいこちゃん、ありがとうございます。6位がニーナちゃん、ありがとうございます、嬉しい。5位が、あ、きーちゃまちゃまは、ありがとう、嬉しい。4位がたーさん、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。3位がポテトさん、ありがとうございます、嬉しいです。そして2位が前田さん、ありがとうございます、嬉しいです、いつも。そして1位がくわんじさん、カウカンブラザーズ、ありがとうございます、素敵な歌をいつもありがとうございます。